ランニングの最中に結構こう腹筋やります。はい、走りながら体幹には力が入るので、こうベンチ使って休憩というよりは腹筋で、とりあえず腹筋の有酸素かな、それをやったらまた走り出すっていうのを結構繰り返してますね。これ足上げ腹筋とか連続で結構頑張って、だいたい気分ですけど30秒から1分間ぐらいは腹筋をやり続けて、そうですね、上シックスパック6個全部に負荷を入れながら、そしてまた走り出します。今日は南魚沼のトレーニングセンターに来ました。機材、ベンチでしょ、スクワットラック、ダンベルも増えましたね。いい練習できそうです。あ、ここはトレッドミル3台スピンバイクですね。結構いい感じで、結構いい感じです。